立命やったら取れるけど第一志望が同志社やから蹴ると迷いはなかった。いやめっちゃ迷いました、うん、同志社は安定し始めたのは4月ぐらいからなんで、うん、結構焦ってましたよね。合格おめでとうございます。じゃあ簡単に名前出身校を受かった大学と学部を教えてほしいです。栗山翔太です。出身校は清風高校で、うん、受かった大学は近大の法学部、関西大学の法学部、それから同志社大学の経済学部です。3つの大学そうなめにしたというふうな感じですけどちなみに進学先は同志社大学の経済学部です。さあということで1つ目のテーマはですね、成績の推移についてお話ししてもらえますか。学ぶのにまず入る前は、うん、いい時悪いと差があったんですね、うんうんうん、まあ、入塾して 1,2 ヶ月経ったら学校とかでは結構安定してくるようになったんですけど、9月までは自分指定校でいけるかなっていうところを思ったところがあったんで、うん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 、勉強してたんですけどあんまりこう受験勉強っていう感じではなかったり、ただこう9月からいざやらないダメになった時にちょっともう、うん、もう自分で勉強方法を考えて変えてみたり、あるいはこうコンサルとよくよく話し合って、そこは転機でだんだん計画通りに成績上がってきました。9月まで指定校狙ってたんで結構学校の課題もきっちりあるし、定期前をやったらもう受験勉強に少し手止めて、おそらく定期勉強に時間割いてたと思うねんけど、その指定校は取ろうと思えば取れた。一応取ろうと思えば取れたんですけど、自分が思ったところよりランクが下がってしまったんで、だったら一般でできるところまで頑張ろうかなという、うん、かっこええやん。ちなみに指定校で取れるレベルはどこにあった？立命館。立命やったら取れる。だけど第一志望が同志社やから蹴ると。それ相当覚悟というか気持ちいるやん。迷いはなかった？いやめっちゃ迷いました。めっちゃ迷ったんや。めっちゃ迷いました。はい、そりゃそうやわな。それはなんか自分の中でもう絶対同志社行きたいからみたいな風に思って蹴ったという風な感じやな。そうですね。なんかここで諦めたくないなっていう、うん、行けるとこまでやりたいなっていうか、うん。指定校狙ってる子で指定校で行かへん子の方が当たり前やけど少ないやん。指定校で取るか同志社一般で頑張るか悩んでる時、都市はどう思ってた？それまでは調査がちょっと逃げ癖がもうずっとあって9月までの勉強のも調査はめちゃめちゃ現代文得意で、単語とか苦手で、単語いくらやれって言っても現代文しかやれへん、うんあとはその抵抗が可能性あるっていうのを気持ちは分かるんですけど、それを言い訳に逃げてるみたいな感じがあったんで、まあ僕もそうですし、まあコンサルからも親御さんもそうですけど、まあ本人も同志社には行きたいとは言ってて、でお母さん的にも中学受験の時に第一志望をやったところがダメで清風に行ったから、大学受験では絶対に自分が決めたところに抵抗であれ一般であれ取り組んでほしいっていう思いがあって、でほんまにいいんかっていうその立命で、夏祭にもう同志社ほんま行きたいですってなって挑戦してくれた感じです。翔太は自分に逃げ癖がある自覚はあったん？ありましたよねあるのはよくない。でもな、いざな指定校で同志社が厳しそうだっていう風になってからもう一回危機感感じてってやって同志社の合格勝ち取れるって、まあそんないいストーリーになる子の方がまあ少ないやんか。まあいわゆるその関大とかも受かってくれてるけど、はい、関大と同志社ってそれぞれどれぐらいの時期に合格点出始めてた？関大は大体11月入ってから出始めます、うん、同志社は結構安定し始めたのは4月ぐらいからなんで、うん、結構焦ってましたよね。なあそうやな。じゃあその焦ってる中のこう受験生活でさ、翔太なりにこう受験勉強で意識してたこと、こういうことを大事にしながらこんなことを考えながら受験勉強僕はしてましたみたいなんて何かありますか？回答根拠かな、うん、なんか本当に文法書とかでも9月まではまあ正解できるんですけど、じゃあなんでそれが違うのかぐらいまでは考えてなくて、うん、なんでそれが違うのかっていうとこまで引き詰めて、国語もなんとなくじゃなくて、あここにこれが書いてるからっていうその回答根拠を持って問題解くようになって意識しました。当たり前のようで当たり前にできてる受験生は意外と少ない。学校の勉強とかやったらさ、もうぶっちゃけやで、受験勉強ほど本気でやらなくてもまあ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 戦えちゃうよねみたいな。でも指定校蹴ってよし覚悟決めるってなって頑張ってから受験勉強するときに、まあ今までの自分の考え方と大きく一番変えたところが回答根拠を明確にすると。じゃあ3つ目のテーマ、学びズムで印象深かった思い出に残ってるエピソードです。まあ、自分で作ったエピソードなんですけど、指定校蹴っていざ覚悟を決めなあかんなって時にほんまにこれでよかったんかみたいなこう葛藤があった中で、うんうん、これはちょっと気持ち入れ替えなあかんなと思って塾の友達に俺丸坊主にしてくるわって、その一番近くの散髪屋さん行って丸刈りにしてもらって帰ってきたっていうこのままではちょっとまだ生ぬるいと
気合入ったの、それで。気合入りましたね。なんかまあ自分はそんなに意識してなかったんですけど、ね、まあ後でコンサルとか先生に聞いてみたら、めっちゃ近かったじゃないですけど、うん、やる気入ったっていうのは。実際その、坊主を進めた。坊主した、まあ、気持ちだけじゃなくて、もうそれから単語テストもほぼ毎回合格してくるし、もうゼミの点数とか、まあ、さっき上がってたその分析もうめちゃめちゃ質上がったんで、気持ち以外の部分も気合入ったなって感じでした。すごいな。でもそれぐらいな気持ちの部分が大きく左右するということやな。いわゆる気合とかモチベーションとか、それで勉強量も変わるし質も変わるし、いざさ気合入れ始めて、まあ、ガッて勉強する中でさ、急激に自分の多分生活が変化したんや。そうなってくると、例えば今まで単語合格してなかった子が単語合格しようと思ったら、勉強量とかも一気に増やしたりとかさ、回答根拠を今までよりも明確にするってなったら、一つ一つの何かしらの問題にアプローチするのに多分時間かかるようになったと思うよ。かそれはなんか自分の中でこうしんどいとか、なんか逃げたくなるとかはなかった？いや、ありますね、結構。その内容をもっと濃くした、本当に集中して、ここまでやったら休憩してみたいな、集中力を持たせて内容を濃いものにしたかなっていう。聞いてるとすごい質を高めるのが上手なタイプには聞こえるな。都市から見てたらそういうのがうまくやれるタイプとか、まあ、いわゆるそのセンスがあるとか、そういうのがうまい子の印象はあった？翔太を担当してたコンサルが、まあ、計画ができなかった際に、まあ、必ずそのなんでなんっていう原因を生徒に投げかけて、改善策甘かったらもっと深掘りして、絶対原因と解決策をセットでその場で毎週毎週向上していくっていう風な感じだったんで、まあ、徐々に翔太も考える癖がついていって上がっていったなっていう印象です。まさにコンサルでちゃんと言われたことをやったり、まあ、甘かったらちゃんと厳しく指導を受けれたっていう風なところですね。翔太の中でこう学びイズムで良かったな、ここがいいっていう風に思うところは挙げられますか？一つ目はカンカン同率にこう的を絞ってると、それぞれの学校にこう合格するカリキュラムとかがあるんで、うん、すごい効率よく9月からでも巻き返しできたのは、うん、本当に学びズムの方針の鍵かなっていうところがあって。なるほど。で、2つ目は今話してた通りコンサルの制度で、うん、でも一人一人違うんで、僕はこうした方がいいんじゃないかっていうのを結構話して、その結果がまあこの合格なのかなっていうのは、本当にコンサルのおかげだなっていうのは今でも。 OK、 それじゃあ翔太の合格対談はここまでにしたいと思います。としも翔太もありがとうございます。素敵な大学生活、そして何より合格本番におめでとうございます。ありがとうございます。それじゃあ今日の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。学びズムではオンライン各校舎で春季特別講習を開催しています。3月31日までの申し込みで4万9000円が3万円に。詳細は動画概要欄の URL をクリック。